ねんねんねん、パーソナリティ杉本真子です。 Spotify で聞いているあなた、再生ボタンの下あたりに5秒アンケートを用意しています。今この瞬間に回答してみてください。さあ今です。あなたのアイディアすぐに採用させてもらうのでよろしくお願いします。それではねぬねポッドキャストスタート。改めましてこんにちは、アルコ&ピース酒井です。 SBS 新人アナウンサー杉本真子です。 SBS アナウンサーの滝沢優樹です。お願いしま す, お願いします。ラジオネームまさかまさかのワンビサカ、うん、これこれこれやっぱり杉本ちゃんがいるとワントーン明るくなるよねありがとうございます。助かるよ、助かるよ本当に。ラジオネームカトカト、女の子のブレスで遊ぶのほんと最低真子ちゃん僕は味方だからねってこういうのが一番悪いから、うんうん、ラジオネームオゼ、杉本さん先週はごめんなさい、もうブレスいじりしないので一回生ブレスいただけますか。お願いしますそういうところだって、お願いします。そういうところですよ、生だけ一回生、お願い一回だけ生マジでうわー不意にやったよ、おいナチュラルにやった。いやでもね違うわ、えあります、音源っていうか音源っていうかねえやだ、違うあれね、聞くのは嫌なんですけど、いいですか一回ねんねんねん、ほらこれとは今のはね違う、今のは別バージョン、仕事のブレスになってる。これはねやっぱちょっとプライベート混じりながらのブレスなの。もう一回もう一回ねんねんねんほらわかるわかる、いいですって全然違う。いやすごいな、私復活して初めてニュース読むときちょっとブレス気になってちょっとニュースに集中できなくてあの大石武さんに相談したんですよ大ベテランアナウンサー、はいはい、ブレス気になるんですけどどうしたらないですかねいや大丈夫大丈夫、いいブレスだから、うん、いいね、生かすべきブレス、やっぱ違うなすごいわ。ラジオネーム人工衛星ひまわりの約束、先週に比べて今週のまこちゃんの和歌山京都トークの時の酒井さんの前のめり感がえぐい目の前にいるからね、うん、どんなリフレッシュ過ごしてるのかやっぱ気になるもん、ね、気になりますよ ね, ね、ありがとうございますラジオネームまさかまさかのまみさか、しょっぱなセクハラまがいの下品な話題で盛り上がってその後親子のほっこりした話聞いたら俺ら脳みそ壊れちゃう落差すごいですね。ね、あとやっぱりそっか3月ね、まこちゃんにもらったもんな、あそうだそう、うん、バレンタインね、バレンタインをもらった、もらったのでちょっとみんなで、はい、お返しを買ってきました。え、私大したものあげてないですよ、大したものは本当にもらってないんですよ本当に大したものあげてないんですよ。 何もらった、チョコだよ、あ、マカロンいただきましたので、え、ルテニエ、まあ、マカロンにはマカロンということで、はい、いいんですか、まあ、さちょ待って、今のさすぐなんかその紙袋を見てメーカー言うのやめようよなんかやらしいって確かに、え、ルテニエこれじゃ中尾さんがすごい美味しいって言ってた、あそうちょっと見てくださいじゃ、え、いいんですか開けて、え本当に大したもの投げてないですよ、本当に大したもんマジで、うん、あれよかった、なんとも言わないけどねそれはね、こんなお気遣いをありがとうございます。何何、うわえいいじゃん、こんな立派な箱に入って、すげえかっけえな、はい、開けていいんですか、開けてください我々から、うわええ、あマカロン返し、そうマカロン返しです、嘘でしょ、いいんですか、うん、私の大好きなマカロン、そう一個食べてみて、え、あ食べてほしいです、これ何が 何なんだろう、うん、はい、何が何なんだかよくわかんないですけど、ピスタチオ好きなんで、はい、ピスタチオ好きなの、はい、それしょっていくんだ、え、いやいやいいけど、いいですか、もういいよ、いただきます、うん、あ、うん、うまい、おいしい、ルテニエ、うん、ルテニエって感じ、ルテニエって感じ、ブレスとともにルテニエお願いお願い、ちょっと吐息混じりのルテニエ、ささやいて、ルテニエ、あもうちょっと、もうちょっとブレス強くて、うん、あの声じゃなくてルテニエ、ルテニエねえやばー、永久保存永久保存永久保存ルテニエ、ジングル今日のメッセージテーマ革命です、革命、ラジオネーム留守電、はい、おい滝沢、はい、杉本ちゃんの旅行詰めてるのを聞いてると
気象予報士の試験結果自信ないんじゃないか。ああそうなんだ。あ出たんです、ね、そうですよ。まあ私も杉本さんと同じように年度に1回リフレッシュ休暇というね、うん、7日間の休みを取れるんですけど、うん、私は気象予報士の試験の日に合わせて取りまして、うん、まあ、1月にお休みをいただきました。そして3度目ぐらい4度目ぐらい、はい、いやそれぐらいよ。もうドキドキしてきた。もう、ね、届いてます。落ちるのは慣れた。落ちるのは慣れましたよね。もう行きたい。本当に行きたい。本当にあの今までの中では一番できました。これは間違いない。これ言ってた、はい、うんうんうん、ちょっと待って、本当にちょっとだけ待ってもらっていいですか。本当にちょっと見せて、そのハガキ。俺もう開けない。滝沢さんが開けた方が多分いいわこれ、うんうん、お願い、本当に受かってほしい。すごいね、気象業務支援センター受かってほしいよ。滝沢ゆうき様、ブレス発表する。それか杉本いや、まあ、やる杉本ブレス発表やる。やんないですよ、うん、吸って発表する。やめてください。合格。あーそれ一番のご褒美かもしれない。いやもう滝沢さん行こう。行きます。ちょっと見ますよ。モーパイしてみてよ。合格。え、ねえねえねえ、大丈夫大丈夫です。指でわかる。指でそのインクの感じでさマンズムズいよ。ちょっと滝沢ちょっと目つぶってたよ。俺見るわ。じゃあ一回滝沢さんそのまま開けて。はい、いいよ。これでも難しいんだよな、うん、え、ちょっと待って、ちょっと待って、もうなんかもうなんか嫌な予感がしてきたんですけど。ちょっと滝沢ご覧になってくださいそれ。うどうでした滝沢さん。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 自分の目で確かめた結果落ちた。もうやだ。無理だよこいつ。無理だって。いやーもうまた落ちたよ。無理無理もう無理。いやー今回ほんといやー本当にもうやだ。落ち込んで1週間まるまる勉強したんだ本当にもういやまた勉強か。もう無理だよ。やめれば。ダメダメもうダメ。受かるまでやんないとダメこれ。つらーつらー。4度目ぐらい。いやもうダメだ。いやーなんだかなーなんだかなーなんだかなーいやなんだかなー。向いてないんじゃん。あもうだここまで来るとセンスとかあんじゃん。いやでもダメですよ。野良でやっちゃえばいいじゃん。野良で。野良って何ですか。だからなんで切れてるのこいつ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。いやだからそんな試験肩書きとかじゃなくてもう野良で天気一番当てるやつになっちゃえば。だって信用があればもう、はい、いやダメダメダメそういうことじゃない。ダメダメなのこれは。装備が欲しいんだもんね。これは浮かんなきゃダメなんですよ。いやふざけんなよ俺本当に。何やってんだよ自分。しゃあないじゃんかそれはもう。もうこれはもうあまたこれか。またこのマークシートを買ったあれか。実技がダメだったパターンか。じゃあ次またもう一回実技。実技だけです次は、はい、まあでもそこそうなってくればそこに注力できる。まあまあそうですけど、はあ、まあまあマカロンでも食って元気出せいいです。いくらでもちろん食べていいですか。これポジティブにいくのが大事ですから。元気出した方がいいよ。こんなんさ、お好きなの言ってください。どれなんだろうな。ホワイトデーに返したマカロン。坂井さんも、坂井さんもいいですか。しゃあない、しゃあない。しゃあない。え、今日夜勤？今日私が夜勤です。夜勤、あ、じゃあ、はい、誰か空いてる人 SBS の滝沢と仲いい何だっけ。あの制作じゃなくて、はい、あの報道のやつ、はい、滝沢と仲いい若いやつ、はい、なんだっけ、記者さん、坂口ちょっとあいつら頼むぞ、はい、飲んであげてな。お願い坂口坂口明日も飯食うけど、はい、あげましてあげてください。あげましてあげて聞いてたらうまマカロン染みてる。ダメだうんカスだなカスだなもう俺らはなノータッチでな。そんな結局坂口だよ、ね、聞いてくれるよ、うん、
坂口なら、うん、優しいですから、うんうん、大丈夫大丈夫、うん、そんなマジなこと言ったらそんな気にすることじゃなくない、うんうん、命あればいいですから。あ、それボブマーリーだからね結局命あればいいし、いい、なんはい、名言何あるけ、あとボブ、あのなんだっけ、ピースですよ、ピース、ラブ&ピース、ピースですよ、ヤーマン、ヤーマン、ヤーマン、ラスタファイですよ、竹さん、ラ、え、ラスタファイ、ラスタファイ、ヤーマン、ラスタファイ、ラスタファイ、ヤーマン、ピース、レゲ DJ、ラスタファイ、イエーイ、ラジオネームボートミン、おいタッキー、はい、一回こっち来い、ギュッ、よしよし、お疲れさ。ごめんなさい、本当本当ごめんなさいね、本当すいませんでした。ラジオの黒髪を止めろ、そう、27歳女子です。女子やねえだろタッキー、はい、落ちて悲しいかもしれないけど成功した男より夢追いかけてる男の方がかっこいいから気象予報士の試験頑張ありがとう、ギュッてしてギュッて忘れてたわそんな、そう、もういい話すぎて忘れてたわ。ラジオネームなめこの時は赤味噌、タッキー同い年だし、はい、今日はタメ口で言わせて、はい、試験残念だったね、はい、30代になって記憶力も体力もピークアウトしてくるのを徐々に感じつつ、はい、フルで勤務しながらの勉強は本当に大変だったのも頑張ったね。一つだけ聞かせて、はい、タッキーは本当に気象予報士になりたい？試験のために番組を休んだし真面目なタッキーのことだから責任を感じて今更引き返せないって思ってない？私たちはタッキーが本当に気象予報士になりたいならもちろん全力で応援するよ、うん、でもやっぱり違うかもって気持ちがあるなら、うん、受験をやめても誰もタッキーを咎めないから安心してまあここでヌヌヌ大賞までもらったのにケアマネ試験を1年で断念して参考書まで私が言える立場じゃないんだけどさ、いやでもそれ言ってくれるの嬉しいな、わざわざそんな言わなくてもいいのに嬉しいな。日曜お昼の運試し1時10分電力チャンス、さあもしもし、え、もしもしじゃないって聞いてたんだろラジオネームは、あ、はじめまして、アミナータと申します。アミナータ、うん、はい、あれ、はじめまして、どこの人ですか？あ、自分群馬県のあの安中市ってとこなんですけど。群馬あれ、いつも送ってくれてる？いや、送ってないです。アミナータじゃないやついるわ、じゃあ。あんなか、あ、そうなんですか、うん、え、なんか知ってる俺個人的に。いや知らないです。あんなかなの、あんなかなんか、だって奥さん近いもんね、はい、うちの。そうなんですね、うん、どの辺なの、あんなかの。あんなかの、ベーシア分かりますかね。分かる近すぎる、ね、まあ、あの辺。え、ちょっと待って、誰、俺知ってる、マジ知ってる、ローカルすぎる。いや、初めましてです、完全に、はい。あそこだろ、スポーツショップとカーブスがあるとこのベイシアだろ。あ、そうです。なんでガソリンスタンドの前の。あ、そうです、そうです、そうです。一丁があるとこだろ、居酒屋が一丁あって、はい、なあ、ダイソーあって、はい、あ、そうです、そうです。近っ。そうなんですよね。なんとなくじゃあ分かってんだ。え、何、ずっとそこに住んでんの？あ、まあ実家がまあ中で、まあ、うん、途中ちょっと埼玉住んだりとか。なるほど。結局まあまた戻ってきて転職で、はい、今いくつなの？今33です。ほー、うん、じゃあもうマジで俺の奥さんとか普通に知ってんだ？あ、まあまあまあ、あ、まあまあ、あのラジオ聞いて知ってます、全然、はい。なんとなくぼやっとこの辺かなみたいなのも知ってるべ、じゃあ正直。え、あ、え、矢端の実家ってこととか。あ、いや、それはなんかこの辺の小学校かなぐらいは知ってるでしょ。でも33って近いし、うん、あ、でもなんか芸能活動されてたっていうことなんで、うん、まあ、うん、あれかな、私立のあの学校行ってたんかな。さすが、やっぱすごいね。話題になっちゃうんだから。うん、田舎なんで。AKG だもんな。話題になっちゃう。そっか。え、今結婚してんの？あ、独身です。あ、彼女は？いや、生まれてこの方一度も。嘘。ええー。何仕事何してんの？工場勤めです、ね。え、あそこの FF のとこ？FF？ あのさ、
あるじゃん、あん中のとこにほら山の斜面のさFF の世界観のあの そこじゃないです。あそこじゃないんだ。あの隣の富岡市の方の。あ富岡の方なんだ。はい、ね、うん、なるほどな。じゃ富士、はい、あサファリパークとかも近い。サファリあ群馬サファリパーク。富岡もうちょい向こうか。そうですね、結構富岡の結構街中の方なんで、あれは、はい、俺ベイシアで見かけたことある。いや、まだない。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 いつかある？まだインスタで、あの矢端さんと酒井さんのインスタでなんか写ってる写真で、うん、あ、ここ朝鮮飯店か。結構馴染みのある場所が写ってる。朝飯うまいよな。美味しいですよ、ね。行く？朝飯よく。あ、時々行きます友達と。カルビーラーメン食べるんでしょ？あ、そうですね。そう、俺もだから最初に行った時に、はい、カルビラーメンがうまいっていうのを知らなくて食べなかったら、なんで食べないんですかとかって言われたから、2回目行った時食べたらうまかった。あ、美味しいですね、うん、非常に興味深いんですけど曲だけ聞いてもらっていいですか？確かに全然話してもらって構わないですけど、はい、曲だけね、はい、曲、うん、曲バンプオブチキンいいね、とリボンって曲あるんです。リボン、あ、来た、初めて聞きました。バンプオブチキンのリボンでいい？あ、はい、そうです、それでも。そうか。え、どっち側？いや、あの国道の、はい、あの高崎方面からあん中方面来るじゃん、はい、家で言うとどっち側なの？右左で言うと左側。あ、ちょっとそっちか。全然わかんないから。山岡屋とかの方じゃん。山岡屋はまたちょっと違う手前か。手前の方なんで、まだ、はい、この住所聞いたら教えてくれそう。絶対教えてくれる。、うん、じゃああっちの方か、駅に近い方か、あん中駅に近い方。あー、そうです、駅の後ろの方に結構、うんうん、そのさっき言った工場とかがいっぱいあって。なるほどね。そのなんだろう、 もっと奥の方みたいな。分かった分かった。うん、何、小学校どこなの？小学校、台東小学校です。あれ台東小じゃないっすか。いやいやいや、言っちゃいますね。ヤバタン。違う、そうなんですか。違うかな。台東小だったら、台東小ってさ、はい、あそこだよね。それこそ山岡屋とかの裏っ側のとこだよ。山岡屋とかあの辺の裏っ側だよね。あと山岡屋ちょっと離れてもらった方がいいかもしれない。あの肉のお肉屋さんとか、え？あ、お肉屋さんと過ぎてもらって過ぎたか。その手前って何やったっけな。あの線路沿いずっとあぜ道歩いてって右入ったとこが、あ、ま、確か台東小だったわ。あ、そうです、その線路沿いのすぐ近くに学校があって。ああ、そうだ、そこだわ。へえ、すげえ、すごい、めっちゃ近いな、こんなことあんだな。曲何かける？だから聞いた聞いた聞いた。やったやったやった。もうピンクピンク。いい、リボンだっけ、リボン。リボン。リボン。リボン何、これ思い入れあんの？こんな聞いたことね。本当よ本当よ。サービスしすぎ。本当よ。近いからって。ちょっとまたベンチャーで会ったら声かけて。いや多分会うと思うからそのうち。そうなんですか。じゃあ曲紹介お願いします。はい、バンプオブチキンでリボン。ということでインフォメーションあります。いよいよヌヌヌの公開生放送近づいてきました、はい、日時は、今月31日の昼12時から、うん、場所は静岡の街中欅通りにあるショッピングモール欅プラザの屋外デッキです、うん、ラップデュオチェルミコにゲストで登場してもらいまして、うん、ミニライブも予定しています。もちろん公開放送は無料なのでぜひ皆さん遊びに来てください、はい、そしてヌヌヌの新しいグッズヌヌヌアノラックパーカーの公開放送現地受け渡し注文予約が今日締め切りです。はい、今日の深夜0時までは注文することができるので購入を迷っている人はぜひ。ちなみに自宅お届け分の締め切りは4月7日です。ただここからが新情報、うん、現地受け渡し分も自宅お届け分も今日までに予約してくれた人には早期予約特典をつけたいと思います。何よ、はい、抽選で48人の方に SBS2024 年
上半期カレンダーをプレゼントしたいと思います。私の2月のキックインの時にスタジアムで先着で配布した完全限定カレンダーちょっと残しておいたので抽選でプレゼントしちゃおうと思います。48人の方です。いるこれ。いやいや待って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 分かんない。え、いる？いるか、いるの？いや、いる。欲しいの？僕は不要ですけど。いるよ。マニアによっては。水野涼子さんも映ってるし。え、でこれまあカレンダーとあとあれじゃないですか、はい、女性アナウンサーの、はい、8人持ってる写真じゃないですか。はい、勢揃いしてます。2024年3月から6月までですね。なんで？なんでなの？上半期のカレンダー。上半期のカレンダーで、はい、ぜひ部屋に飾ってほしいなというカレンダーです。飾る？自分だったら飾らないですけど飾ってほしいなっていう。どういうことよ。フットークのヒデさんと紀藤さんも映って、ゴゴボラ家の山田温度さん映って、はい、ヌンヌンヌンマコ映って、はい、で裏は勢ぞろい女性アナウンサーが、あとミナスポやってますよっていう、うんうんうん、はい。いやあの2月でお辞めになったアナウンサーがセンターにいますけど、ね、マジで欲しいっていう人います？これ。いやでも誰が本当に、いや聞いてる方は欲しいかもしれないじゃないですか、ラジオこれ聞いてる人、はい、いやそう既得点あるんだ買おうってならないですかね。でもそうか、あ言ってた人この顔なんだ、あるかもね、もしかしたら。イデちゃんってこういう顔してんだと思って、うん、そうですね、もしかしたらあんのかな。普段見られない方もいらっしゃいます、まあ、にしてもあんまいらないと思うけど。でもあります、こちら48人の方に48人、はい、抽選でプレゼントします。そうか、激レア。いやいや激レアですよ、希少性。さっき言ってた、そう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 、すごい希少性。そうそう、そういうこと。もうローカル感、ニッチな、こういうところ、うん、そう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 、地方感、そう、うん、未来を見て、これは未来を見て、そう未来を見てプレゼントいたしますので、はい、ラジオネームちゃんこうて、絶賛大好評予約受付のアノラックパーカーについてコーディネート案考えてみました、うん、ありがたい ね。タートルネックのニットと合わせれば、うん、杉本アナウンサー顔負けのすっきり小顔間違いなし。ニットとナイロンの一種素材で遊んでみよう、うん、小顔タートルコーデ合う、あれにニットに、まあ別に仲はない、うん、私タートルネックと着てみたんですけど、いい、すっごい可愛かったです、色物のタートルネックと合わせると、ああ確かに色物いいね、はい、うん、あ明るくなります一気に、はい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 、もう一つね、はい、ビビットカラーのパーカーの上から羽織って、はい、今日はレイヤードな気分、うん、なんだ言い方。頭にはヌヌヌバケハをかぶってSBS 流ラフストリートコーデ。えビビットカラーのパーカーの、あパーカーの上からね、あこれいい、ほうほうほう、こういうの好き、おうおう、良さそうですね、ストリートコーデね、うんうんうん、もう一つね、綺麗めのスラックスと合わせて靴下は白、靴はパステルカラーのコンバース、天気のいい日は自転車で少し遠出してみよう、綺麗め春先取りシティコーデ。ふざけてるじゃん。うるせえ。いやでも合うんじゃない、こういうのも、うん、そうです、これ全部合うでしょ本当に。いや正解のやつ言ってるから、こいつただ、ね、てか黒だから何でも基本的に合いますよ ね、うん、はい、ラジオネームグッサン、カレンダーマコのブレス付きなら欲しいな。そんなつけてくれんの、48もやってくれ、やだ、お願いやつけといて、つけといて、やだなんで、やです、そんな危ない商売してないですから。パケにさハってやって、ここにやだやだ、 SBS そんな危ない会社じゃない。あじゃあ音声、音声、うん、MD、 どうやって MD 今時どうやって聞くの MD 今。大丈夫、初版を持ちつき、もう上半期の半分終わりそうなんですけど、需要どこにあるんですか。まだ5月と6月ありますから。ありますからね、はい、4月もあるか、いや抱き合わせにしてもだろ、他あるだろ。なんかさ正直余ったやつすぎない。48人が絶妙じゃないですか。うん、そうね、確かに。こんなさ届くの4月でしょ、はい、こう6しかねえじゃん、カレンダーとして使うにしてもさ。確かに、サインでもダメだしな、なんかあるかな、うん、付加価値つけれる、いらない逆に付加価値。あ言ってました、だから綺麗なパッケージの方がいいってさっきするぐらいの社長さんおっしゃってたから、ね、はい、そうだよね、パッケージ綺麗に傷はつけない方がいいって言ってたから、そうだよね、うん、はい、
やっぱ吐息しかないんじゃない、これ、やだ一言ずつ書くじゃん、マコが。おそうですね、48通り48通り一言ずつ、めんどくさいか、うん、いやいやいや、うん、っていうから書いて、まこさん、とりあえずこのまんまにしよう、とりあえずね、はい、あれ私サイン入りで全部話もありましたけど、え、これサイン書いてあるんじゃないの、あ、それ書いてあります、全部書いてあるの、あ、まだ書いてないもん、書いてないやつもある、あ、はい、全部サイン入るんですか、なんか書きます、サイン、じゃあなんかその時になんか一言もしかしたら、はい、書きます、はい、うん、ということで、ぬぬぬあのラックパーカーはSBS ラジオストアから予約購入できるので、うん、皆さんチェックをお願いいたします、うん、ということでここで1曲、うん、ゲストで登場していただくチェルミコでマーマレードボーイです。さあここからはお気に入りのアフタヌーンティー片手に今ヌヌヌ的に熱い話題をお届けするヌン活のコーナー。今月31日静岡の中心街欅通りでヌヌヌ公開生放送を行うとお伝えしていますが、おそらくいろんなところからリスナーさんたちが遊びに来てくれることでしょう、うん、私にとっては初の公開生放送になるので、うん、とても楽しみにしております、うん、当日は欅彩りフェスが開催中ということで、ステージイベントの他にもスタンプラリーがあったりマルシェをやっていたりと、まあ、会場はとても賑やかだと思いますが、もう一つ楽しみがあります。というのも1月に行われた夜ヌヌヌ、皆さん覚えてますか、うん、その時に登場してくださった私の地元焼津のパン屋さん、小さなパン屋さんが当日会場でブースを出してくれることになりました、うん、ありがてー、ありがたい、そうなんですよ、ね、で焼津市民の給食の味スタミナパンを販売してくれます。販売するんだ。ただ本当は土日お店お休みなんですよ。でパンを焼けないそうなんですけど、ヌヌヌリスナーのために当日の早朝社長が一人出社してパンを焼いてくださるそうです。めちゃくちゃいい社長だな、うん、優しい、ありがたい。で社長からの提案で、せっかくなのでスタミナパンの他にもう一種類ぐらいだったら焼くことができるということなので、お言葉に甘えてスタミナパンともう一種類をセットにして公開放送の会場で販売してもらいます。なるほど、はい、ということで今からどのパンをスタミナパンのセットにするのか実際に食べて決めたいと思います、うんうん、今手元に小さなパン屋さんで実際に販売しているパンの中から当日社長だけでもギリ作れる7種類のパンがギリ作れる7種類のパンが届いています。グラタンパン、コロッケパン、はい、板チョコパン、はい、金時パン、はい、チーズフレンチ、うん、メロンパン、うん、あとそぼろパン、そぼろパン、そぼろもなんか中にクリーム入ってる、どういうなんでそぼろなのか分かんないけど、うんうん、これあのメロンパンみたいなパンなんですけど、あ、はい、ちょっと周り固めのやつ で、 そうなんです、はい、で半分にちょっとクリームのっかってるみたいな、うん、これも焼津の給食で出てたので、そぼろパン、はい、そぼろパンって言ってたの、そぼろパンって言ってました、なんかクリーム入ってなかったんですけど、まだ当時は、はい、そうか、なんかあのお店で販売する分だけクリームが入ってるそうです。栄養価とかで学校だと意識して、ね、ちょっと食べてじゃあ決める。今手元にじゃあそれぞれコロッケいってみる、コロッケいきましょうか、まあ、コロッケパン、じゃコロッケ、いい、たっぷり、うん、いただきます。うまいな、おいしい、なんか素朴なコロッケのね、うん、おいしい、確定じゃないですか、待って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 早い早い、あと6あるんで、まだ1種類目、もうちょっと食べましょうよ、おいしいわ、うん、うまい、ほぼ角、ほぼ角でこれ待って待って待って、先入観ダメよ、あとはあとは続いて、まあ、お惣菜パンだとあとグラタンパンもあります、はい、はい、ありがとうございます。これもね、グラタンが、いただきます、うん、うまい、だからやっぱパンうめえやん、うん、おい、たっぷり入ってるグラタン、うめ、うん、おいしい、うまい、パン自体が美味しいから、うん、うん、ね、しみるね、ちょうどね、はい、グラタンのパンにね、うんうんうん、柔らかい、うん、美味しい、惣菜だったらどっち、いやどうしようかな、う、一回この村で決めてこうよ、甘いパンと惣菜、そうですね、せーので言う、はい、せーの、グラタン、じゃあグラタンでいい、ごめんなさい、ニュースです、酒井さんごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ケト曲げないで、グラタン、ごめん、なんかあの特別感があったんです、すいません、はつらつとグラタンって叫んじゃいましたすいません、じゃグラタンタイだな、はい、甘めいこう、5種類の甘いパンがあります、何やる、チーズのやついく、チーズいきます、チーズフレンチ、はい、うん、これが一応労力かかるらしいですよ、らしいです ね、 ね、こ
これでも名前からはどんなのか想像つかないですよね、うん、四角い感じの、はい、四角いパンです。あ、うーん、うーん、中にチーズクリームがサンドされてんだ、うん、たっぷりチーズクリームが入ってる、うん、もちうまい、うん、もちなんですよこれ。あーうまい、おいしいね。これ甘じゃないな、どっちかっつったら、うん、惣菜パンでもないけど、うんうん、中間ぐらい、うん、まあまあまあ、うんうんうん、おいしい。あとは何ある？あとは、うん、金時とあってありましたっけ？金時パン、だから、うんうん、だからバターとあんバターよ、うんうんうん、そういうことですね。前に決まってるやんかこんな、うん、うわーたっぷりバターも入ってて、うまい、本当ですか、うん、いただきます、うん、あーおいしい、おいしい、おいしい、あんこがたっぷり入ってる、うんうんうんね、うん、あ、これはいいや、これ美味しいわ。いた、続いてこれ全部食べてもね、いたとこ行こう、ね、こっちとこっち取っちゃいな、そぼろと上から、うん、ありがとうございます。そぼろ取ったの、うわこれ楽しい、楽しい、めちゃくちゃ楽しい、はい、板チョコパンって何、板チョコパンの上にチョコがかかってて、うん、あ、中にも板チョコが入ってるんだ、へえ、いただきます。あ、ああ、うん、うめえ、おいしい、なんかちょっと懐かしい感じ、懐かしい感じする、はい、うまっ、おいしい、なんか板チョコが板チョコのままの味で、うん、なんか安心しますね、うん、この謎そぼろ、そぼろパン、これはもう焼津の人は馴染みの、馴染みです、これおいしいんですよ、いただきます。うん、うん、この上のそぼろの部分、そぼろの部分というか、うん、表面が美味しいんですよ、甘くて、なんか独特な感じ、うんうん、食べたことない、すんげえうまい、うんうんうん、美味しい、うん、懐かしい味だ、うん、これもメロンパンは、そしてメロンパン、うん、ありがとうございます。いや、うわーこれ触っただけで分かる、すごいしっとりしてるこのメロンパン、確かにメロンパンいろんな種類あるから、はい、あ、ほんとだ、しっとりしますよね、うん、濡れる、はい、いただきます。あ、うん、おいしい、あ、強い、あのメロンをちゃんと感じる、わかるわかる、うん、決まった、こっちが甘からさ、はい、2候補ぐらい出さない、あ、いいですよ、あ、もう決まってる、なんとなく、はい、はあ、決まりました、1個目言う、あ、当日は焼きたてで出てくるそうなので、そのこともイメージしつつ皆さん候補決めてください。これもしかしたら合うかもしれないな、うんうん、トントンって言う、それとも、ああ1個ずつ言おうか、じゃあ1個ずつ、いいよ、難しい、行くよ、1個、まず1個目ね、あ、ちょっと待ってくださいな、ちょっと名前確認してもいいですか、うんうん、はい、大丈夫です、1個目、はい、せーの、チーズフレンチ、全然これはないでしょ、金時、はい、あー、チーズフレンチ、チーズフレンチ、チーズフレンチ行く、はい、これ労力かかるけど、うん、頑張ってもらって、美味しかった、まあまあまあ一旦ね、はい、候補としてもう一つ、はい、もう一つね、はい、せーの、金時パン、なんて、金時パン、金時、いやちょっとじゃあ決まりじゃん、金時と、こんなことある、金時とチーズ対、じゃあ決勝選手グラタン、はい、じゃあまずはこっちの甘で、そういうことですね、甘の金時とチーズ、うわー難しい、え、でも俺が金時1個入れてるから金時か、あ、あ、そっか、じゃあ金時だ、はい、金時対グラタン、グラタン、おー、なるほど、はい、決まりました、俺も決まった、私も決まりました、はい、これ満場一致は一番いいわけだから、そうです、一番美しいんですよ、そうじゃなきゃいけないし、はい、ね、ちなみにですけど、うん、スタミナパンとのセットです、そっか、え、スタミナパンってどういう系だったっけ、はい、スタミナパンはどちらかというと甘い、ほんのり甘い、デニッシュ系のパンです、はい、うん、それそんなこと言ったってって感じ、そんなこと言ったってって感じだよね、そこ言った考えないで、うんうん、さあったかくしたら美味しいなってなったら、うんうん、いろんなことを考えてね、じゃあなんだっけ
金時パン対グラタンパ ン, ン, パン、はい、いきます、はい、せーの、金時。おっしゃ、よかった、ここはハマるんだ、ここはハマるんだ、ということで、うん、金時パンがスタミナパンとのセットで販売されるということに決定しました、はい、だから意外だったのかもね、意外でした、これ意外な結果、マジで、え、金時美味しいですよね、めっちゃ金時めちゃくちゃ美味しい、うんうん、はい、外そうとしたんだ、外そうとしてたんだ、うまい、美味しかったです、うん、これいっぱい食べられる、うん、はい、そうだね、これ出来たてうまいと思うよ、美味しいですよね、うん、焼きたての金時パン、だから皆さんぜひ小腹を空かせて、うん、そうだね、え、いくらぐらいなんですかこれ、まだ分かんない、うん、で100円とかそんなんだよね、あ、そんな高くない値段で、100円とかそんな200円ぐらいで買える、うんうん、いや、いいね、スタミナパンも、だからスタミナパン、スタミナパン一回食う、ちょっと忘れ、ちょっと忘れてます、これ開けていいんですか、開けていい、開けていいですか、あスタミナパンとりあえず食っときますね、はい、スタミナパンね、美味しいですよね、美味しい、はい、最近食べた、最近この前、うん、あの小さなパン屋さん行ったら、うん、午後一で行ったらもうお店やってなくって、うん、売り切れ状態だったんですよ、うまい、まあ、あ、うまい、美味しいですよね、うん、うまい、うん、これはこれで美味しい、ね、牛乳持ってった方がいいかもな、皆さん牛乳忘れずに、牛乳持参、うん、カフェオレみたいな、うん、絶対あった方がいい、そんな公開のものさんあります、うんうん、牛乳飲んで、牛乳持ってきて、うん、絶対牛乳あった方がいい、あ、うまいわ、間違いない、美味しいですよね、しみる、あ、はい、グラタンでもいいかもな、そう考えると、まあまあまあ、そうですよね、アマとアマになっちゃったら確かにありますよね、うん、しょっぱいのは持参とか牛乳としょっぱいの持参、しょっぱいの梅干しのおにぎりとかそういう感じでお願いします、お願いします、はい、ということで3月31日の公開生放送の会場で小さなパン屋さんのブースでスタミナパンと金時パンが入ったぬぬぬセットを販売します、時間は10時30分から売り切れ次第終了です、皆さん焼津の味をぜひ召し上がってください、以上ヌン活のコーナーでした、ラジオネーム殿下の冒頭、早期特典があるならグッズ買わせていただきます、うん、カレンダーを祖母やいとこにも渡したい場合は3着パーカーを買えば抽選が当たる確率の3倍になりますか、そういうことです、まあまあまあ理論的には、はい、ね、カレンダーをが本命だと思ってる人もいますからね、そうですね、カレンダー欲しい方はそれはいないでしょ、こういう方もいらっしゃる、はい、そうすると枚数買っていただくことになります、いや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 、ラジオネームエスロ、ヌヌヌアノラックパーカー早期予約特典のカレンダー48の話ですが、もしかしたらカレンダーが手に渡った選ばれし48人が寄せ集められてアイドルグループとしてデビューさせられたりしますか、48人という数字は何らかの示唆だと踏んでおります。え ?48 って変だよな、でも普通に。なんで 48? だって、そんな余る48枚も。え、だから、他で配ってたやつでしょ、これ。そうです。どこで配ったの？ジュビロ磐田対ヴィッセル神戸の試合で、ヤマハスタジアムで1万人限定で配られた。うん、余るわけないじゃん。なんで余るの ?48 が。どういらないって拒否したやつがいんの、人が1万人まで集まらない、集まったっつの集まってなんでだよ、欲しがってくれよこれ、本当ですよ、ね、こんなレアなものないですから、本当だよ、はい、ラジオネームボートミン、スタミナパンと金時パンのセットにSBS のカレンダーついてきますか余ったらつけますよね、余ったら、余ったらだからこれほら余んないです、これ求める人がいるんだから、だから物の価値って分かんないんだって、いやそうですよね、そうですよね、これだけ欲しがってるんだから、これ多分このカレンダー私のおばあちゃんとかにとったらもうもう止まらないものです、人によっては局所的価値、もうちょいするか1000ぐらい、いやこれやめて、なんで暴挙で1000円で、それはほらこれだけ、いやいやいや、で500円ぐらいで売れば、はい、いやまずいまずいまずい、いや欲しい人がいるわけだこれ、うん、ひどい話ですよ本当に
ラジオネームは浜松社楽、はい、公開録音参加します。スタミナパン気になります。うん、ありがとうございます。浜松の人だとちょっとあれか、うん、焼津だとあれだけど、うんうん、まあ、1時間ぐらいで来られますからね。そうだね、はい、ラジオネーム布袋屋さん、質問です。今試食されたパンは、うん、普段でも小さなパン屋さんで購入できるんでしょうか。できるんだよね、うん、気になった方は全部できる。このパンはできます。できる、はい、でも公開生放送で食べた方がうまいっていうことです。はい、それ焼きたてだから、はい、そういうことなんせ、はいはい、焼きたて食べられるんで、ぜひ。そう、おすすめです。うん、え、あ、そうか、静岡市内で食べられることはないのか、うん、普段は、うんうんうん、ということもある、はい、ラジオネーム留守電、第一巡選択希望選手パン、グラタンパン、内野手、小さなパン屋さん。え、何なんだよ。1位ですだって。グラタンじゃなかった、グラタンじゃなかったしな、競合になっちゃったから。そう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 、うん、あら、早いな、ね、2時間にわたってお送りしてきました、ぬんぬんぬん、はい、あっという間エンディング、あっという間でした、はい、今回のぬぬぬ大賞はいかがしましょうか。うん、大丈夫か。花粉症でくしゃみ、花粉がね、大変だよね今、はい、薬飲んでる。薬飲んでます。飲み薬。飲み薬です。寝る前のやつ。そうです、はあ、はい、もう飲んだけど、なんかいや強すぎのかな、花粉が。うーん、ですかね、みんなそう言いますよ、飲んでも効かないから。そうなんだ、効かないですよね、うん、本当に。いや、よかったね、今日も無事に怪我なく大怪我してるんですよ。あ、大怪我はしましたけど、大怪我してる、自分のせいなんですけどね。ああ、自分で盛大に転んだんですよ。まあでもね、別にそんなのさ、何年経っても取れない人っているわけでしょ、結構だって。まあ、そうなんですけどね、うん、気にすることじゃないと思うよ、俺ね。いや、チャレンジしてるのがなんか素敵だよね。そう思います。この年で、いや、マジなこと言って。うん、え、もちろん本人はさ、取りたいし、なんかね、キャリアアップとかにつなげたいとか思ってるのかもしれないけどさ、まあ、そうですね、はい、ただ単純にね、こう、あの世間一般で見て32で何かに挑戦してもがいてるやつってかっけえけど。いや、ですよ。いや、いい、いい、別に殴ってほしい、殴られた方がいい。いやいやいや、いやマジだもんね、本当に。そう、まあ、男の人としてもさ、うん、まあまあ魅力的だなと思わない、うん、きっとも仕事もできるようになって、こっから後輩を育てるぞってところで、まださらに挑戦しようってその心意気ですよね。いいよ、水曜と全殴ってもいい、大丈夫だから。いやいや、ま、足蹴りして大丈夫よ。じゃあここマジなんだって、タッキー本当に、素敵だよね、その姿の。そう思います。え、いや、あの大前提ですけど、いや4回ぐらい落ちてんすよ。だから、いや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 、そう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 、受かった方がいいよ。いやいやいや、受かった方がいいけれども、何度も何度もさ、いやいやいや、こけても立ち上がって、こけても立ち上がるわけだから。曲作れますよ本当に。ラジオネーム、抹茶チン、この度気象予報士試験合格しました。国立大学出身の理系所の椿野さん、おう、アイドル活動しながら勉強を続けて見事に夢を叶えました、うん、タッキーも次回こそ陰ながら応援しています。ライバル田中健追いつけ追い越せよ。いや、一回思いついたことないんだよ。だからその目指すべき存在がいて、それを追い続けて、はい、でも30とか35とかさ、中盤が、うん、まあそういうのももういいかな、自分らしくマイペースに、お金も、うん、とかってなるじゃん、社会人の人はいはいはい、はい、そうじゃないんだよ、滝沢なんて。もがいてもがいて、これでもか、この壁でより地登ろうとして、手血だらけになりながらやって、またズルズルズルっとして、もういいやって言えばいいのに、もういいよタッキーって周りは言うけれども、いや、もう一度やらせてください。いや、もうピストル、竹原ピストルですよ。いやいやいや、大げさよ、あなたは。いや本当に、いやいやいや、すごい、いやいや、でもだってそれが
当たり前だと思ってない滝沢さんの中で、うんうん、変だとは思わないんだけど、はい、受かんなきゃダメなんだもんね。もうね、受かる以外は多分ないです、もう僕の中で。試験の日は2人でラジオやりますから。そうだね。ね、あんまり頑張らなくていいから、すぐもねその日はね、本当面白いから。本当面白いからやめてって。そう、本当マジで聞きやすいから、杉本の2人。マジで杉本聞きやすいからやめろよ。本当やめて。本気出すな。何それ、うん。ちょっと手加減してくれ、マジで。で軽く。力抜けてめっちゃいい感じするのもやめて。そうそう、そういうのもやめて。難しいから、難しいから、うん、ちょっと分回してすべえ。いや、それもでもやめてほしいから。違う、違う、それも困るんだよね。ちょっと難しいけど、あんまやめてね、うん、そこだけ覚えといて、うん、いや、そうか、かっこいいです。かっこいいよね、うん、な、ある。そういうのだって。いや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 、ないです。ないよね、はい、本当に、はい。すぐズルズルズルって言っちゃうんですから。いかんって。まあ、いかってなっちゃうもんな、はい、んて、うん、それなんだよな、はい。しげおさん、タッキー、仕事もできるし、諦めない心も持ってるし、かっこいいのよ。いやいやいや、違う、ね、何が違うの。いや、やっぱダメなんですよ。もうそろそろダメなんです、やっぱり。その背中で示したいところも何かあるんです、やっぱり。ちょっと、うんうんうん、やれやできるっていうのを今までずっとやってきたつもりだったんですけど、いや、結構その上がろうとしても上がろうとしても上がりきらないから、自分としてもなんか不安になってくるじゃないですか、うんうん、本当にこれ上がりきるのかなと思うんですけど、でももう諦めねって決めたので、とりあえず早く受かりたいんですけど、はあ、今聞いた、はあ、諦めないって決めたんでっていうさ、そこですよね。いや、マジでマジで。いやいや、もうダメだ、なんか逃げ出したいな今の。なんでだよ、なんでだよ、なんでだよ。わかんないですけど、ちょっと何やってんの。なんでカーテンに隠れちゃって、なんでぐるぐるカーテンやってんだよ。なんかやめろよ、ぐるぐるカーテンは。なんかあれっすね。何が。ちょっとなんか、いやー、わかんないけど、いや、俺こういうタッキーがずっと見たいもんね、うん、それもちろん受かって、うん、まあね、じゃあわーってみんなで拍手するけどさ、まあね、はい、まあもうあれですよ、もう本当に本当次は本当必ず受かります、うん、はい。もうそのなんていうの、このリスナーとかのやつもさ、うん、なんか日頃鬱屈したものとかあったりとか、うん、こうなかなか前出ようと思ったらこううまくいかなかったりとかっていう思いっていうのを、うん、タッキーにこう照らし合わせながら生活してるやつだって絶対いるから。いますかね。いると思うよ。いや、本当ですか。タッキーってやっぱなんだかんだ言いながらすげえなって思いながら。いや、すごくないんですけど、僕も鬱屈してるから本当に、うん、そう、うん、しやっぱね、本当影を生きてきたから、なんか、うん、うわ、いけるぜっていうのやっぱやりたいんですよね、うんうん、はい、うん、それそうだよね、示してほしいね、いつか、うん、いつかでいいけど、うんうん、ええ、そう、俺らはなんか偉そうなこと言えないし、はい、そうですね、そう、あの、ありがたいんですけど、うん、ありがたいんですけど、どうか最後に、うん、あの一発だけ殴ってもらっていいですか。でも本当のこと言ったらざまーと思ってる。やめて、ちゃんと思ってるから大丈夫。やめてよ、また来週お願いします。頑張りますよ本当に。